子用意前、頑張るポムポムであります。今日は私がサバゲーでいつも使っているエアガンを紹介したいと思います。ズンチ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 じゃーん、東京マルイ製のスタンダード電動ガン M4 パトリオットハイサイクル、これをポム仕様にカスタムしました。ゴッテゴテが好きなので、今の私にできる範囲のものをすべてつけてみました。カスタムザ・ロマン、見てください。東京マルイ製 M4 パトリオットハイサイクルの銃です。本来の M4 パトリオットはこっからここまでぐらいの短いサブマシンガンのようなルックスの銃です。それに G&G のストックをつけました。本来のパトリオットだとストックがないので、すごい私的には慣れてないので使いにくかったので、ストックがあるだけですごく戦闘能力が上がりました。どこ製なのかは忘れたんですけど、なんか家に転がってたダットサイトをつけまして、ここが私の一番の激萌えポイントなんですが、2つずつついてるのがミニランチャーです。穴が9個あるんですけど、真ん中の穴以外に全部 BB 弾が込められて、1穴5発入るので1個で40発入ります。ガス式なので、ここがガスを注入するところで、これを引くとバーンと一気に40発がバーンと出るというランチャーです。これを4つつけています。そしてさらにその下にはマットブルの XM203 ランチャーをつけておりまして、ここにもスカートが入ります。こう押して動かすと取れて、マスカートを出し入れして玉込めしてまた閉めると、ここが安全装置で、ここが発射のボタンなんですが、何十発か一気に散弾されます。そしてここには東京マルイ製のサプレッサー、サイレンサーですね、音が響かないように小さくするという器具です。この原型の M4 パトリオットは2キロちょいぐらいしか確かない軽い動き回りやすい銃なんですけども、武装をしましてそのパトリオットの良さを前面に消しております。こんだけ武装したので前の方がすっごい重いので、このフォアグリップをつけてギリ耐えているという状態です。トリガーがノーマルのものとは変わってると思うんですが、中身もカスタムしました。大阪にある BL 工房さんというお店でカスタムしてもらいまして、レスポンスをめちゃくちゃ早くしてもらいまして、こうちょっと触っただけでピュンって弾が出るようにいい頃合いにカスタムしてもらいました。それでは撃ってみます。弾を補充したりするんですが、ここがめっちゃくちゃ硬いです。硬い。
してくれたら。発射用意。撃て。撃て。させるとガスが全部使い切ってしまうので毎回毎回補充が必要になります。ということで私の愛獣の紹介のコーナーでした。今でもすごいフロントヘビーになっててめちゃくちゃ重いんですけども、将来的にはここのランちゃんをもっと増やしてボン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 と航空機の羽のようにしたいなと思っております。5メートルぐらいしか飛ばんけど。ということで皆様も素敵なサバゲーライフをお送りください。以上、状況終わり。 Facebook、インスタ、Twitter もやってますのでフォローお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ノース。